どうも、スリムクラブ前田です。見てください、皆さん。すごいでかい球場。今日はですね、2021年11月28日からいよいよ始まります。第92回都市対抗野球を盛り上げるべく、注目のチームに突撃取材させていただきます。すみません、今日は僕一人で、内間さんはですね、雨の日は仕事しないというルールがありまして、私はどの天気でもやりますのでよろしくお願いします。今回お邪魔させていただくのが JR 東日本さん。なんかすごい選手いっぱいいると聞いてます。これから取材させていただきたいと思います。参ります。はい、お疲れ様です。うわ、どうもすみません、お邪魔します。あ、どうもこんにちは。こんにちは。やっぱ体がいいから違いますね。いい体してるな。お願いします。うわ、綺麗な施設ですね。どうもお疲れ様です。あ、お食事。これなんか一緒のもの食べてるんですか。お餅食べてます。あ、お餅は力つきますもんね。ここは給湯室とかあるんですね。すいません、よろしくお願いします。若いですね。すごい。うわ、これはもうすごくもう野球の匂いというか。うわー、待ってください、こんなすごい、すげえ、やばくない。もうプロじゃないですか。施設のレベルがすごい、びっくり、こんなと思わなかったですよ。やばいっす。ステージやばいっすね。アマチュアでもやばいです。あ、やばい、アマチュアでも充実した施設。充実した、1、2を争う。ああ、そうですか、はい、すごい、だいぶ手前味噌ですけども。うわ、見てください、これ打席、何打席、ここでピッチング練習とか。ブルペンで。ブルペンで。あ、どうも、こんにちは、スリムクラブの前田と申します。すみません、よろしいですか、失礼して。入っていいですか。失礼します。うわ、なんか神聖な場所に、すみません、失礼します。あ、今日よろしくお願いします。JR 東日本の注目選手の皆さんでございます。自己紹介していただいてよろしいですか。はい、キャプテンの渡辺です。よろしくお願いします。キャプテン渡辺選手、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、そして投手をやっております、山田です。よろしくお願いします。山田選手、よろしくお願いします。お願いします。同じく投手の西田です。よろしくお願いします。西田選手、よろしくお願いします。お願いします。外野手の金子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。外野手の手塚です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。うわ、すごい感じがいいですね。非常にちゃんとしてらっしゃる感じ、チャラくない。一気に応援したくなりました。キャプテン、はい、チームは今どんな感じですか。はい、苦しい予選を経て、今さらにチーム力が上がって、1日1日、練習を頑張っています。はい、これね、そのキャプテン、はい、実は社会人じゃないですか。はい、いつも思うんですけど、普通のお仕事もされてるんですか。今の時期は、野球に専念させていただいています。あ、でもあのオフの時はお仕事もされて、はい、そこがすごいですよね。きつくないですか、人生。偉いなと思って。一個だけならいいですけど、社会人ってすごいなと尊敬してるんだから、一個でも僕大変なんですよ。どんなチームですか。非常に、社員の方も厚くて、はい、一番、応援がすごい、力のあるチームだと。社員の皆さんもバックアップしていただいて、はい、その東日本ならではの応援とかあるんですか。 JR ファイヤー。 JR ファイヤーいいっすね。なんかそんな歌があるんですか。チャンスの時に流れるんですけど、そこに注目して見てもらえたら、はい、うわー、皆さん JR ファイヤーです。チャンスの時に、これ攻撃の時ですよね。はい、じゃあそこも楽しみにさせていただきます。そうですね、チーム、俺が聞くのもなんですか、素人が。チームの課題は何ですか。書いてるんですよ。俺が聞きますよ。課題とかないでしょうね。課題はないです。仕上がってるということでよろしいですね。はい、ありがとうございます。投手ということで、はい、プレーはどういったところを気をつけてるんですか。気持ちの面では負けないようになります。そうですね、はい、結構気持ち強いですか。そうですね、土壇場では。土壇場で、土壇場にならないとダメみたいな。
まあ、落ち着いた感じしますけど、キャプテンどんなピッチャーですか。いや本当に言ってる通り気持ちでできるようなスタイルです。静かな投手なんですかね。いや静かでもないです。なんかファンの皆さんにここを見てくれみたいなのはありますか。試合中は結構大きな声を出して投げるんでここを見てほしいです。あ、そうなんですか、はい、気合で、はい、意外ですよ、なんか静かと思ってました。そこもそこなんかやっぱ望みとか言うんですか。望みにしいじゃないですか。そういうのは、そうなんですよ。西田選手、はい、西田さんもピッチャー。ピッチャーです。あ、だってどういうピッチャーですか。まあ、非常にコントロールが良くて、うん、変化球をうまく操るようゲームメイクが上手いピッチャーです。行こうは、はい、うわすごい。好きなこう球種というか決め球というか、はい、なんか得意の球とか聞かせていただいていいですか。得意の球はチェンジアップです。うわチェンジアップだ。チェンジアップです。それで、はい、都市大会というもの目標は。目標は、まあ、都市大会優勝。優勝キャプテンいけますね。はい、お二人いれば、はい、そして気になってました、はい、気になってました。金子選手、はい、なんかすごい足が速いって聞きましたけど、ちょっと速いんですよね。あの社会人では本当にナンバーワンクラス。嘘、トップクラスだ、はい、すごい、ね、ちょっと素人がいきなりあれですけど、50メートルとか100メートル何秒ぐらい。100メートルはちょっと分かんないんですけど、50メートルは一番速い時で5秒7。うお速い速いですか。いやもうすごいです。足プレーじゃバイアンですよね、はい、守備範囲も広い。うわ楽しみに、はい、金子選手一気にファンになりました。なんか笑顔も素敵で優しい感じですか。はい、ね、伝わりますわ、はい、うちの相方ぐらいいい目をしてます。手塚選手、はい、なんかイケメンな感じですね。いや自分で言っちゃいました。手塚選手はポジションは外野です。そうなんですね。キャプテンどういった選手ですか。彼は、チームのうちのチームでは誰よりも飛ばす。打撃で、はい、いい体してますもんね。ホームランバッター。そうですね。で、身長はなぜ150か。体重は詰まってるんですね、はい、すごい筋トレとかも。いや、え食べたら自然のナチュラルパワーで来てるんですね。筋トレしてて化け物になるんですね。一人ずつです。先ほど聞きましたけども、改めて都市対抗野球に向けての抱負、目標をお願いします、キャプテンから。はい、都市対抗では、一戦必勝で、頑張ります。よろしくお願いします。よし、はい、山田選手お願いします。都市対抗ではチームの目標ある日本一に向けて、少しでも貢献できるように頑張ります。よろしくお願いします。頑張ります。いいぜ、ちゃんと。クイックモーションで来ましたけど。はい、お願いします。都市対抗では最初から優勝を目指すのではなく、一試合一試合を頑張ってものにし、最終的に気がついたら決勝だった、優勝していたというふうになっているように頑張ります。お願いします。ビッグボス素晴らしい。スモールボス、一個一個スモールボス。僕も頑張ります。早いな。予定あるの。時間いただいてもいいんだけど、ね、もう一回手塚選手。うわ、なんか個人の目標でもいいんですよ。あ、チームの一振りで勝てます。あ、かっこいい、いい地域があるわけですね。いや、本当ありがとうございます。いいですか、はい、大事な体なんですけども、ちょっと付き合ってほしくて。足が速いと聞いたんで、どれぐらい速いかちょっと体験させてもらいたくて。ん、20メートル走。はい、20メートル勝負させていただいていいですか。勝負ってロゴがましいですけど、感じてみたいです。ラグビーもバンって瞬発なんで、ちょっといいですか。はい、お願いします。よろしいですか。うわぁ、なんか耳に感じる、このなんかパンパンに張ったオーラが感じる。うわぁ、どなたか、コールお願いします。手ついて、よーい、ドン。おー、待て待て待て。
手塚君全然って何しょ全然やったら聞こえる全然の分かるけどいやなんか分かりましたもうね空気が違ううわってこうこう空気がこう空気がうわってこういなくなったすごいかっこいいフンっていう感じで、あの新幹線通った時みたいな、フンっていう感じでした。本当に失礼しました。やばかったな。盗塁なんかもされるわけですよね。いやもうバンバン、はい、あこれここまで早いとサインなしで自分でやっちゃってもいいですか盗塁とか。あまあ、基本的に金子に関しては好きなように、はい、うわめちゃくちゃいいなそれ信頼されて、はい、うわぁ、俺も吉本でそうなりたいっすよあ、じゃあすいません、前田さん、はい、もしよかったら、うちの恒例のキーバッティングメニューをぜひ体験していただきたいんですけど、いいよ入れくれすいません、皆さん笑いじゃなくて拍手になるパターンバットも重いんでしょうねうわっ、ね、これ、皆さんが使ったやつですかおー、これ、うわっ、結構、これなんか、きますね、この、これなんかつけてる。あ、松屋につけてます。松屋、やっぱり、重い。ずし、うわ、重いな。練習用だから重いんですか。いや、全然試合でも。いや、嘘でしょ、マジで。結構重いっすよ、これ。すごい。なんか、どれぐらいあるんですか。900グラム。やっぱ1キロ近い。やばくないっすか。嘘でしょ。びっくりした。パニック。パニック。はい。踊らされております。あ、出た。主砲。手塚選手。普通のチーズ。はい。もうめっちゃやっぱ違う。うわあ、やばい。うわ違うすごい。ごめんなさい。思ったのの何百倍すごいです。テクポンってこの返し。うわあ。本物だ。やっぱすごいな。よし、ありがとうございます。伝わりました。これをやばマジっすか。お願いします。重っ。ちょい低いしな。俺もちょっと思ったんだ。でもあれも打つべきかな。はい、うわなんでなんで。髪型返してこの人がいいそうだよこの人がいいそう。力入りすぎた。はい、いきます。はい、おお、これは重いぞ。おお、これが中途半端って。失礼しました。なんか特殊なのがあるんですね。はい、もう一個だけ。もう一個じゃあ見せていただけますか。いきます。これはダメ。これはダメですね。これはやばいっすね。早すぎるでしょ。マジですか。はい、はい、短くも。よし、もういっちゃう。できるまで、できるまで、できるまでですね。おっ、もっとやります。先生、マジな。はい、行きます。はい、はい、
すいません、ちょっと芸人忘れる時があります。ガチになってすいませんでした。これやばいっすね。これ何球ぐらいやるもんですか皆さん。5球を実践。うわー、きついっすね。これなんか流行ってやるとどういうところがパワーアップしていくもんですか。キレとトップの位置がすぐ作れる。なるほど、キレ。そうですもんね。先生、先生さんのね、なんかこの辺のブンっていうあのキレですかが、あの先ほどのバッティング見てほしい。すごかったです。すいません、失礼しました。JR 東日本の皆さん、本当にありがとうございます。一気に好きになりました。雰囲気がものすごく明るくて、でかつそれぞれのプレーもすごくて、2人しか見てませんけど、本当に、ありがとうございます。優勝してくれるかな。うわー、ありがてー。なんていいチームだ。本当に打ち合わせしてないのにめっちゃ揃ってた。超いいチームだ、応援する。本当にキャプテンありがとうございました。最高でした。頑張ってください。いやー、はい、ありがとうございます。すげー、あんな揃う。ありがとうございました。本当に失礼しました。感謝のところ、ありがとうございました。